さて徳川重々なんですが、うん、はい、どうですかやってみて。いや本当楽しいキャラクターでしたね。ただまあご本人自体は至って真面目なんですけど、そうだよ、周りのせいでどんどんと面白い方向に行っちゃうっていうのがまた巻き込まれていってね。そうですね、うん、でも最終的にほらいい人だからなんか受け入れちゃうっていう、うん、そうだね、あんだけ床屋さんでひどい目にあったのに髪結いどころが必要だって言って最後最後ね立ち上がっちゃうから、そう市民のためにっつって、うん、そうなんかこの将軍まあモッサリブリーフ愛用というはいはい、はい、ことなんですけど、僕もこれ初めて将軍やらせていただいた当時まだブリーフを履いてたんですね何のカミングアウトだよ。何か分かんないですけど、そこにもなんかちょっと言い知れぬ共通点というか愛着がありまして、そう、そのやりがいがありましたね。それに対して僕らは何をコメントするんですよね。ブリーフですか。今は何ですか。え、ボクサーを。その後で知ったんです。今履いてないみたいな、そんなやめてくれよ。